ドナルド・グラント・ミッチェルはアメリカ合衆国の随筆家、小説家。ミッチェルは政治家で法律家でもあったスティーブン・ミックス・ミッチェルの孫としてコネチカット州ノーウィッチに生まれた。イエール・カレッジでスカル・ボーンズに加わり、まず法学を学び、ほどなくして文学を学んで1841年に卒業した。ミッチェルは 生涯を通して農業や増援に強い関心を寄せたが、当初これは健康のために取り組み始めたことだった。1853年から1854年にかけて、ミッチェルはイタリアのベネツィアでアメリカ合衆国領事を務め、1855年にはコネチカット州ニューヘイブン近郊にエッジウッドと称されるエステートを構えて定住した。ミッチェルは マイク・マーベルという筆名で書かれた1850年に書籍として最初に出版された独身者の無双や1851年のドリームライフ A Fable of the Seasons に収録された感傷的な随筆の作家として最もよく知られている。独身者の無双は当時のアメリカ人たちが過ごしていた夢のような生活を検討したものである。 発表当時にもベストセラーの一つとなったが、19世紀の文芸評論家たちの注目はほとんど引かなかった。このテキストの中で、アイク・マーベルは少年であること、田舎の生活様式、結婚、旅行、夢などについて理屈をこねる。この鑑賞小説的な作品は大ベストセラー、ロングセラーとなり、1907年までにおよそ100版を重ねたという。 一方、ドリームライフ、エーフェイブル・オブ・ザ・シーズンズは、ルイス・ゲイ・ロード・クラークによって紹介された、ワシントン・アービングに捧げた作品である。アービングは作品を拳じられたことについて、私は文学的な検定とか検字の対象とされることは、おしなべて快く思わないのですが、キ君の書かれたもの奇妙な味わいを、私は楽しみ、この作品に表現された頭と心の質を持つ、 作者に魅了された私は、自分が、この検定を喜びとしていることを白状いたしますと、述べた。ミッチェルは、多数の旅行書や、独身者の無双や、マイファーム・オブ・エッジウッド、A カントリーブックなど、農村生活に関する主題の随筆、イングランドの君主や英米文学についての素描的、研究、キャラクター小説、ドクトル・ジョンズなどの著書を書いた。この他にも、 About Old Story テラーズやアメリカンランズアンドレターズなどの著作がある。ミッチェルの独身者の無双は詩人エミリー・ディキンソンのお気に入りの書物の一つだった。オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニアは、ミッチェルを我らがアメリカの作家の中でも最も愉快な一人と評した。ありがとうございます。